皆さんこんにちは。今日はたくさんのご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日はですね、この演奏会は公にはたくさん広報して なかったんですけど、こんなにたくさんご来場いただけるとは思っておりませんでした。今日はどうもありがとうございます。案内の方にもありますけど、今日はですね、沖民謡 の和文化の授業で中学生が勉強してます。そのために沖の方からですね、三味線の民謡の奏者で高根さんという方がこちらにその和文化のことで中学生と交流されるためにこちらに来られました。それでそういうせっかく来られたということで、今日はですね、江田島の方でここに書いてある和楽の会ということで、島本さんらが民謡の方ですね、演奏活動されております。それで沖民謡とその和楽の会の方の映像をですね、楽しんでいただけたらと思っております。それでは40分の短い時間でありますけど、しっかりお聴きください。よろしくお願いします。浄土ヶ浦講座を行きたいと思います。はい、今度は歌い手がですね、我が国の会民謡藤本律子呉市から参りました。入りますので皆さんよろしくお願いします。声はこちら地元の、高谷の川口さんです。よろしくお願いします。
今のすごくできたと思います。こればっかりに命をかけてきましたから。それではですね、次は、他の県の民謡を、やってもらいたいと思いますので、司会の方を、隣の島本さんに、代わりたいと思います。はい、はい、皆様ありがとうございました。沖民謡をね、3曲存分に楽しんでいただいたと思います。続きましては、東北の民謡曲、秋田県の民謡曲となります。秋田おはら節をご披露いたしますので、よろしくお願いいたします。Yeah.
大きな拍手、皆さんありがとうございます。主役の母もやる気が出るかに、ありがとうございます。はい、続きましては、中国地方に再び戻らせていただきます。中国地方は、鳥取砂丘で有名な、鳥取県の、代表する民謡曲貝殻節を皆さんに楽しんでいただきます。よろしくお願いします。
ましても、またまた飛行機に乗って東北に飛びます、山形県日本を代表する、名曲花笠音頭、皆さん、お楽しみください。はい。お待たせいたしました、続きましての曲はですね、地元広島県は東広島市の、西条酒造り歌、皆さん心待ちにしてたと思います。よろしくお願いします。Thank you.
して皆さん、ご存知の方がもしかしたら 2,3 名いるかもしれません。続きましての曲はですね、関西の民謡曲です。昔お夏と清十郎という、イケメンと美女がいたんですけど、身分の違いで、叶わぬ恋となった秘伝の曲でございます。すげかさ節を皆さんに今から聴いて楽しんでいただきます。
変お待たせいたしました。続きましては今度は九州に新幹線で飛びましょう。はい、熊本県の肥後民謡、五木の子守唄を島本千尋に歌っていただきます。そして、三味線、ツイン三味線、篠笛は川口先生となっております。よろしくお願いいたします。Oh, yeah.
ました。ということで、次の曲は皆さん大変心待ちにされたと思います。川口先生の噂では本当の船歌を楽しみにされている、観覧者さんが多いとお聞きしました。広島県民謡の本当の船歌を私が歌いまして、尺八を藤本律子が吹き、そしてお囃子を母が、島本千尋が入りますので、皆さん、お楽しみくださいませ。はい、そしてですね、ちょっと楽器の説明をちょっとだけさせてください。こちらがですね、船の櫓漕ぐ漏斗という楽器でございます。このような音がします。はい、それでは広島県民謡音頭の船歌、よろしくお願いいたします。あ、マイクがリッツさんの、マイクがいますね。お林じゃけ、お母さんのリッツさんに。あ、そうだよ、お母さんの、あの、そのまま持ってて、ごめん、私が持ってんけ。はい、すいません。ほな、これ、母親に。あ、はい。あ、でもまだ寂しいんですか。あ、いいですか、じゃあ、そのままでいきますか。はい、みさん、大丈夫。ちょっとマイクの位置がずれたら入らない。ちょっと微調節して。尺八が、もうちょっとリッツさんの方へ。